ケット購入方法と会場入場時チケット表示方法。まずチケット購入方法をご説明します。チケットページへアクセスをする。パソコンもしくはスマートフォンからチケットページへアクセスをします。試合をご選択。ご購入可能な試合が表示されておりますので、ご希望の試合をご選択ください。席種をご選択。ご希望の席種をご選択ください。売り切れの座席はご選択いただけません。エリアをご選択。ご希望のエリアをご選択ください。エリアの数字もしくは右側の選択ボタンをクリックすると選択できます。ブロックをご選択。ご希望のブロックをご選択ください。ブロックの数字もしくは右側の選択ボタンをクリックすると選択できます。座席をご選択。ご希望の座席をご選択ください。複数の座席を選択することが可能です。カートから決済へ。カートを確認し購入手続きに進んでください。各種クレジットカード、ペイジ、コンビニ払いがご利用いただけます。マイページからチケットを確認。登録いただいたご自身のマイページよりチケットをご確認いただけます。購入完了後にご登録いただいたメールアドレスへ完了連絡を送信いたしますので、記載の URL からもアクセス可能です。会場入場時のチケット表示方法をご説明します。デブチケはマイページからいつでもチケットを表示できます。スマートフォンがない場合はパソコンから印刷した QR をお持ちいただいてもご入場できるサービスとなっております。レブチケアクセス。レブチケで検索。スタジアム掲載の QR コードや公式サイトからでもアクセス可能です。購入済みチケットはこちらをタップします。QR チケットを表示。マイページから QR チケットを表示してください。パソコン画面から QR チケットを印刷することも可能です。 QR チケットでご入場。お手持ちのスマートフォンで QR チケットを表示して直接ゲートにお越しください。印刷した QR コードでも可能です。読み取り端末に QR コードをかざすとご入場いただけます。 QR コードを持ってスタジアムに行こう。